7が入ってて、3と2と思ってたよね。はい、イクラ丼、イクラ丼じゃない、三色丼。そちらは三色丼に和風に、美味しそう。動いてるよ、ホタテ。できてる。動いた。そんな無展開近いですから。同じところで作ってるから、これ全部。大きい。え、なんかおむつ履いてんの。なんだよ。白いイカ飯だって。え？白いイカ飯。白い恋人みたいな。パクリか。もみじの勝手でしょうか。かね、なんかさ、あのおしぼりにし、おしぼりなんだっけ、絞っちゃった。おしばな？おしばな、おしばな的な感じだよね。うん、したらかわいそう。かわいそう。かわいそう。私もいつもそれ思うんだよ。なんて言えばいいの？かわいいポーズ。え、大丈夫？びっくりした。かわいっぽそう。かわいっぽいよね。でもかわいかわいいね。かわいっぽい。かわいいんじゃない。かわいいんじゃない。ぎんなん押してる。あ、ここすごい臭いね。ぎんなん、これあんな風にボリボリ言ってるんだ。え、なんか知らなかった。ぶどうみたいだね。うん、あれが落ちてくるの。そう、あれが美味しいの。寝る？お昼寝タイムしますか？ミニシアター。このラベルが可愛いから。可愛い、超可愛い。え、どれ飲めるの？それをさ、うん、可愛い。出てるのね。うん、早く飲みたい。飲みたいの。飲みたい。
海道、北海道。こちら何回これ触ってんのか、毎回ビール工場来てるよね。でもしっかりしっかりやっぱそういうとこ真面目なんですよ。この人綺麗、あ、綺麗綺麗、あのおばさん、おばさん誰、多分今もうちょっとおばさんになってるけど、おばさんしかやってないよ、さっきから。比べると違う、うん、これが一番美味しい、なんか色が全然違う、今やった、やばいね。閉まっちゃったかな、どれ、まだやってんの、ね、いいじゃん、最後の一杯。